皆さんこんにちは。外国人力士の活躍が目立つ大相撲界、過去にはエジプト出身の力士が活躍していたことをご存知でしょうか。それは大砂嵐ですね。この大砂嵐はある不祥事を理由に引退しています。今回は大砂嵐の不祥事の連鎖について紹介したいと思います。アフリカ大陸出身であり初のイスラム教徒の力士だった大砂嵐は、日本だけではなく海外からも注目を集めていました。11歳でボディービルを始めた大砂嵐が相撲の存在を知ったのは14歳の頃でした。ある日ボディービルのジムで自分より体の細い青年と相撲をしたことがあります。この時大砂嵐は体重120キロを超え自信満々だったのですが、7番取って全て負けてしまったのです。下手投げ、上手投げ、寄り切りが3回、立ち合いの変化が2回と負けた決まり手まで覚えているほど大きなショックを受けた大砂嵐は、見よう見まねで相撲を始めました。エジプトの首都であるカイロ大学で経営学を学んでいた大砂嵐は相撲への情熱を捨てきれず、2011年8月に休学して来日。入門する部屋が決まっていなかった大砂嵐はいろいろな部屋で体験入門をしたのですが、どこの部屋も入門を受け入れてくれませんでした。おそらくイスラム教徒ならではの風習や食事の戒律が受け入れられなかった理由だったと言われています。6部屋に断られた大砂嵐が7部屋目に足を運んだのが大竹部屋でした。大砂嵐を見た大竹親方、元十両大竜は、宗教とか外国人とかは関係ない、一人の青年として最近の日本人に見られなくなった熱いものがあったという理由から大竹部屋への入門を許可。ついに力士への一歩を踏み出すことができたのでした。四股名の由来は本名の一部のシャーランに砂イコール社、嵐イコールランを当て字にし、大竹親方の四股名大の字をもらったものです。さらに下の名前の方には、金太郎は熊と相撲を取って勝ったほどだから、その強さにあやかりたかったという願いが込められています。2012年3月場所で初土俵を踏んだ大砂嵐は、5月場所では7戦全勝で序ノ口優勝を果たし、2013年1月場所では幕下に上がると同時に部屋頭にもなり、順調に番付を上げていきました。しかし1月19日には元横綱大鵬が急死。実は大砂嵐は大鵬の孫弟子でした。当時幕下の地位にあった大砂嵐が、俺の目の届くうちに関取になってほしいという大鵬の願いを叶えられず涙していたことが報道されていましたね。記憶に残っている人も多いのではないでしょうか。その後同年5月場所は東幕下7枚目の地位で7戦全勝の幕下優勝を果たし、7月場所では十両に昇進。大竹部屋では大竹親方、元十両大竜が親方となってから初めての関取でした。しかし2015年以降、怪我の影響で休場が増えていきます。優勝チャンスは何度も訪れ、千秋楽を勝利し優勝巴戦に進出したこともありますが、あと一歩優勝をつかむことができませんでした。では不祥事の連鎖について見ていきましょう。きっかけは2018年1月、大砂嵐は長野県内で無免許運転をした上に追突事故を起こしたことです。さらに当初はエジプト人の妻が運転したなどと嘘の供述していたのです。無免許、交通事故、嘘の供述、これだけでも大変な不祥事ですが、この事件をきっかけに浮上したのが重婚問題です。2016年6月にエジプト人の女性と結婚しており、妻は当時第一子を妊娠中でした。ちなみに妻と結婚した時も極秘結婚話題を集めていましたね。結婚することは親方にも伝えておらず、エジプトで行われる相撲大会大砂嵐杯に参加するという理由で帰国していましたが、本当は現地で結婚することが目的だったようです。今になって振り返ると、この頃から嘘をつく人物だったのかもしませんね。奥様は当時カイロ大学の日本語学科に在籍していました。大砂嵐とは日本へ留学中に出会い、交際からわずか3ヶ月のスピード婚だったようです。しかし事故後の週刊誌には、当時22歳のハーフ女性と重婚寸前と報じられたのです。この記事の内容は、大砂嵐が交通事故を起こし妻が運転していたと嘘をついたことで週刊誌に報じられたハーフ女性は妻妊娠と現実を知ることになりました。つまり結婚してたことを知らなかったのです。ハーフ女性はポカーンとして言葉も出なかったと当時の心境が報じられていました。しかしこの状況になりながらも
大砂嵐はハーフ女性に対し結婚したことはない、報道されているのはいとこの間違いだ、ナナと結婚したいなどとさらに嘘を重ねたのです。このハーフ女性とは2016年から交際していました。街中で数十本の真っ赤なバラの花束をプレゼントしたり、週に何度もデートし、出会いから2ヶ月後に一線を越えたと告白。さらにハーフ女性の家族とも会って親交を深めていき、2人が結婚することは家族の間では周知している状況まで話は進んでいたのです。しかしその後は大砂嵐から一方的に連絡を絶たれたのでした。もしこの事故がなければハーフ女性は重婚になっていたかもしれないと思うと恐ろしいですね。実は二股をかけられていたのはハーフ女性だけではなかったのです。同じようにこの交通事故直後から二股をかけられていた女性たちが次から次へと浮かび上がってきたのです。その中の一人の女性は、私は彼と結婚することを見据えて真剣に交際していた、引退後はエジプトに移住しよう、そう二人の間では話が進んでもいたと告白しています。この女性に対して大砂嵐は、政略結婚だったから断れなかったと説明したようです。イスラムでは4人まで奥さんを迎えられることができますが、日本女性を相手にあまりに身勝手な言い訳と言えますね。2018年3月9日、相撲協会より引退勧告の処分が下され、即日引退を表明し、大砂嵐は相撲界を去りました。協会の聴取に妻が運転していたなどと虚偽の説明をしていたこともあり、退職金は 30% カットの重罰が下されています。断髪式も行われていません。一つの事故から様々な不祥事連鎖したわけですが、事故から半年後には静岡県内の高速道路を無免許で速度超過をして運転した疑いがあるとして県警が道交法違反容疑で捜査していることが明らかになっています。全く反省が感じられませんね。現在の大砂嵐はというと、相撲界引退後格闘界転向してしばらく活動していましたが、またしても無免許運転をしていたことが発覚し、大臣からも契約解除されています。この頃アメリカに滞在中だった大砂嵐はその後母国であるエジプトにも帰っていないようです。むしろ不祥事が多すぎて母国には帰れないのではないでしょうか。もちろん日本にも戻ってくることはなく、まるで国外逃亡のような状況になってしまっているのです。初のエジプト出身力士として注目を集めた大砂嵐は、不祥事だらけのエジプト力士として不名誉な歴史を刻んでしまったのでした。アフリカ大陸へと日本の相撲をつなぐ架け橋となれたかもしれなかったのに残念ですね。ちなみに大砂嵐以降エジプト出身力士は誕生していません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。